できるよ、茶道部だぞ。なめんじゃねえのところだと茶道部だろ、しかリバティーピース再生アオイタクヤイホーイエーイ、ということで藤井くんね、いろいろ夏っぽいことたくさんやりましたね。やりましたね、バーベキューやら花火やら海に行ったりやら、うん、ドラマ撮れましたから、うん、そうですね、すごい青春したんですけど、うん、僕も満足してますよ、夏は。うん、満足した。いやいや、僕にはまだ足りないものがある。いや、ない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 あるあるある、待って、お前ら足してる状態になるからやめろそれ。ごめん、なんだよ、知らない系のそのテンションで行くのかよ。思い残したことあります。夏はこれをやらないと絶対終わらないけど、なんだろうな、なんだろうな、なんだろうね。え、でも結構やり尽くしたしね、うん、ね、将棋ですか。あ、プール、あ、プールは行ってない、プールは行ってない、プール行ってない、浮き輪では行ってない、そう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 、サマランド行くじゃん。あ、行くか、今度行こう。確かにプールも行きたい。間違ってはないだけど、今回はコラボです。帰ろっか。おい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 、まあしょうがない、ここに来ちゃったからにはね、うん、見るしかないよ。俺は変身しながら見とくよ。ああ、安心そうで。ああ、怖くなったらこうやってあの、やめてシンプルやめてこれが俺の味方だから、ホラー楽しみ、これが俺の楽しみ方だからホラー企画というのは、はい、ある作品を見ます。去年の夏にある作品を見て、こんな怖い作品あるんだって、こんなリアルな作品あるんだって思った作品があって、人気 YouTuber のフィッシャーのシルさんが実体験を元にした映画があるんですよ。カカリという YouTube 再生回数640万ぐらい再生されてて、映画館公開したんですよね。かなりの動員数で、終わったと思いきや今年の夏帰ってきました。映画館でまた再上映するっていう。お帰りなさい、お帰りなさい。その作品をね、見ます。体調悪いからちょっと今日高くん一回ソロで、マジで全然ソロでも楽しめるよ。マシカさんに外で体勢とく飛んでくるんで、ああ、釣れないなお前ちょっといいですか、先ほどから葵さんがずっと無言です。確かにもう心臓と頭が痛いやばいじゃん。はい、何ですか。何ですって感じちゃった。だって今言おうとしたの結構怪奇現象平和にしていくんで、ちょっと夏は。今年だけじゃないの。間違えます。今年だけってさっきやったじゃん。脱退してほしくないから今年だけって言ったじゃん。ちょうど。ガンズで。毎年夏はちょっとオーストラリアの方に行ってくる。どういうこと？皆さん3人で。一人だけはずるい。おい。パスポートちょっと奪還して。ビリビリにやめといたから。犯罪だよ。お前何がお前。パスポートビリビリは犯罪だよ。夏終わったじゃん、帰って夏に行かせてくれ。行きましょうか。はい、それでは、クテンスタートです。それでは、葵ちゃんが死ぬまでのカウントダウンでございます。死んだら困ります。みんな道連れだから一番怖いよ、こいつが。具体的にどんな体験があったかっていうのはちょっとお伺いしてもいいですか。まあ、修学旅行のことですよね。基本的には修学旅行の、中身が消えてるっていう。そこからかな、いろいろとなんか、まあ、見えるようになったり、ちょっとおかしいことが起き始めたっていうのはその時からですね。屋上に絶対に干上がらない水たまりがあり、この噂は、それに触れると1週間以内に死ぬなど、まがまがしい話が多く存在する。じゃあ行ってみましょう。うーわ、雰囲気やばいな。あ、これだわ。すごいな。最も身近で、最も何かいるって思った場所があるんですよ。場所、それが自宅です。僕のその物置に狼男の大きい子、ハロウィンで買ったものがあったんですよね。それの脇から僕がずっと今まで見てきた女の子が顔出したんです。動画でそれ映ってます。だけど、でも本当に嫌な、もう人もいいね、本当は。今誰かコンコンってやった？やってないよ。やってない。やってない。本当にそう。マシ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 。こういう時も誰も編集で加えてるんじゃないかって言われるんで、僕は iPhone を。屋上にもちょっと行かないといけないので。そうですね、時間的にも。ちょっと離れたね。
すごいな、ここ。あれ？うわ、初めてだ。すごいな。一番怖い。リアクション取る前にあの声が入ってるからね。いや、もうね、全部わかるの。私勘が全部当たってた。ここ来るっていうのが。大勢が一番勘外れてる。来る来る。ほらどうでした？シンプルに。わーだよね。あれがリアルにやってるって思ってますね。起きてるって考えたら、そう、もうあれはもうね、選ばれし霊感の持ち主たちが体験してるってことでしょ。そう、フィッシャーズの YouTube こう見てる視聴者からするとシルクの言ってることが説得力があるから、うん、嘘とか感じられないし、まあ自分で体験したくないですね。ないそういう体験死んでて。ちっちゃい頃、今すりガラスってあるじゃん、うん、部屋のそのドアが、すりガラスみたいな感じなんだけど、なんか二段ベッドでお兄ちゃんが上が寝てて、お母さんと一緒に寝てたから分かんないけど、すりガラスもパッて見た時に、なんか青いなんか影が見えたみたいなのがあって、お父さんか父さんかなと思ったけど、なんかどうやら違ったらしくてっていう、ちっちゃい頃はちょっとだけ見えてたかもしれない。あのね、俺じゃないんだけど、兄貴が、ああ、兄ちゃんが体験した、俺の父親のお姉さんが、父親が6歳ぐらいの時亡くなってるらしくて、兄貴がね、中学生ぐらいの時かな、今の実家に引っ越した時に、俺と兄貴の部屋が2階で、でそれぞれの部屋で寝てたんだけど、父親の名前をずっと呼んでる女性の声が聞こえた。4人でその家族で寝てた時に、自分の部屋からちょっと光が漏れてるのが見えて、あ、電気消し忘れたかなって思って行ったらしい。だから父親の名前をずっと呼んでる女性の声が聞こえ出して、あの顔がかすかに見えたと思って、
で、その後の記憶はないらしいんだけど、その後に父方のばあちゃん家の方に、まあ、毎回お線香焚いてるから、そのお姉さんの顔見た時、この人だ、うん、ああずっと父親のこと見守ってくれてるんだ。悪い例じゃなかった。悪い例じゃない、全然全然、ね、別にその災いとかじゃなくて、シンプルにうちの父親のことをずっと見てくれてる、で、うちらのことも見てくれてるみたいな例ではあったらしい。なるほど。これではない体験でしょう。兄貴です高校2年生時に近くのスーパーに買い物行って、その帰りに救急車が止まってて、救急車の下が光ってたの、なんか、なんだろうこれと思って、ちょっとあの不謹慎ながらもさ、あの写真をパシャッと撮ったのね、救急車の。友達に送ったの、ただその友達はレカがあるの、でその子から返信が来て、これさ下になんかいないってなってアップした写真を送ってきたの、人がこうなってる影があって、多分これ助けてくれって言ってるやつだよみたいな。お前なんで撮ってんだよお前が撮らなきゃそんなこと起こらなかったんだよ気づかなかった。確かにだからもう、あの撮った写真もフォルダから消して、はい、そうしてください。で、あの送った写真も消してはい、あ、はいってなんでしょう。ない、僕はね、まあ俺霊感ある方なんですよ。初知り。最近もまあまあちょこちょこある感じだけど、そんなはっきり見えるもんじゃなくて、はい、帰り道歩いてたら、あの黒い影が塊があるみたいな。この年になってからはがっつり見えないんだけど、はいはい、テレビに映ってるとかそういうのはあるんだけど、爆弾テレビ映ってる、そういうのはあのちょくちょくある。あの金縛りあってたらとか、ある。俺が小学生っていうかな、そう、仲いい友達が2人いて、男の子1人と女の子1人いて、公園でよく遊んでたの、家の近くの、5分ぐらい着く公園があって、そこであの遊ぶのが定番で、サッカーしてたんだよね、3人で。その公園って高い方にあるね、校舎があって、で下が道路なのよ、車が通ってて、ああはいはいはい、ボールが落ちちゃって斜面の道路に行っちゃって、よくありますね、俺と、男の子一人で、女の子待っててって言って待たせて取りに行って、で戻ってくるじゃん、戻ってきたらその女の子いなくて、いないってどこ行ったんだろうねって、見上げたら、公園のとこ見たら、あのブランコあるじゃん、はい、女の子が、その女の子じゃない、あの友達女の子じゃなくて、別の女の子が、こういう状態で体育座りでブランコに乗ってるの、乗れるわけないじゃん、よく見たらその女の子真っ白の服も肌も髪も全部真っ白、見えてるね。そう、小学生の頃だから、あんまりそんなはっきりとは覚えてないけど、その印象が強くて、白い、赤いワンピース着てた、あ、着てなかったね、あ、あいつじゃねえな下から声をして、どうしたの、その女の子、どうなの、近くに行って、いや、あんまりにも帰ってこなかったから、私も探しに行ってたよって、え、そんな時間経ってたって、で、またブランコ行ったら、ガチやん、ドラマ作る公園で遊び終わって、その女の子の家に遊びに行くの、それも定番で毎回遊びに行って、あのおもちゃとかで遊んでて、俺が急に天を見上げて白目みたいななってたって話を聞いて、ずっとおじいちゃんおじいちゃんって俺が言ってたよって、全く記憶なくて、例えばそのどういう例なのか分かんないけど、女の子の気持ちが乗り移って、俺を媒体してこう発言してたのか分かんないけど、かかりちゃん、そう、すみません、乗り移られたら記憶なくなるんだね、自分の意識を押し殺されてるんだ、はい、ということでこれで終わりたいと思います。アデュー、アデュー、アデュー、せーの、アデュー、よいしょ。葵ちゃんの叫び方にビビった方や、いや、この人が一番ビビってただろうと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。こんな心霊体験しましたとか、こんな夏の思い出ありますよ。またね、
あのホラー見る時の対策、僕こうやって見てますよってなんかある方はぜひコメント欄にお願いします。それでは次回の動画も派手にいくぜ。バイバイ。ホラー最高。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録忘れずに。 Twitter、TikTok もやってます。次回の動画も派手にいくぜ。バイバイ。今のあんまビビんなかった。